牛のがん治療装置を作るということそのものが、まあ、東芝のポリシーとして人に優しい放射線治療を実現したいということでやっていますので、今まで課題を乗り越えてきた歴史がありますので、我々の技術をもってすればできないはずはないと。部品開発で念頭に置きましたことの一つは、ユーザーさんに優しいということですね。取り扱いが容易だということがありまして、今の磁石の設計が限界設計かというとそうではないところはあるので、やっぱりコストとコンパクトと速さと、常にチャレンジしなければいけないと思いますね。